ゃあタイマーの方のスタートお願いします。はい、行きますよ。後半戦残り1時間、はい、1時間6秒行きましょう。行きましょうか、はい、一発逆転と、はい、行きましょう。だから俺はあと、206回転回せばいいんだ。そしたらさっきまでできてたのに当てるんだろうな、もうこっから。2回もやったよ俺もうあのさ、はい、巻物の涙のあれ引いただけで俺勝ちじゃないですかだいぶ伏線を回収したと思うんですよ自分で撮ったブラグを ね、 ね、きっちり2連続でやって、あのミッションっていう時点でね、はい、だから俗に言う一級フラグ建築士みたいになるかと思うんですよ今日に限っては。僕の方のプレミアムは、うん、なんかこうステップアップ、そいやそいやそいやっていうのが3段階とかまで行ってからリードが逆回転するらしいんで、まあ、プレミアムなんで、もしそれが出れば10ラウンドでしょうね。だからまず10ラウンド引かなきゃいけないということですね。そうです、まずは 8% を引いて、そこからの、まあ狭きもんですけどね。まあでもやってくれるでしょう、 U タイム入れてくれるでしょう。忘れつけるのはやめなさい、悪い癖だよじいちゃん、悪い癖。いやでも今日あんだけできてるんですから、あと200回転ただめっちゃ出る可能性ありますからね、このパターンで言えば。ただあのチリさん、はい、これ U タイムまで持っていくと、 U タイムまで持っていくとですね、はいはい、マシマシでいろんなもの食えるぐらい僕お金入れることになるんですけどなんか悩みどころですよ確かにね、はい、そうなのよ。別に2人のトータルでプラスってのが一番いいんじゃないですか。まあそうか、それはそうよね。もちろん、ストーリー的には U タイムが一番面白いんでしょうけど、結構ギリギリで当たっちゃうとか、ね、入らずに。わかりますよ、お気持ちは皆様の。欲しがるからな、欲しがるもんな、悪いっす。うわー、赤赤赤赤、クールジャパン、ちょっとダメだこれ当たるやつだな、多分。はい、ああ、112。まあ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 、プラスを目指しましょう。そうですね、これが一番いいんだから。グラウンドです、しっかりプラス、それが一番。そうしましょう。お、10来た、10、10、10、うわー、やったぜ、イエーイ、イエーイ、今日初の10ラウンド。あ、あ、当たってます、当たってます。でも10ラウンドで U タイムいけばいいんですよ。あ、そうか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 、あの SP 中にいっちゃえばいいんだ。そうです、そうです、そうです、それだ、それだ。じいちゃん頭いい、はめれんだ、これ俺が。そうそう、素晴らしい。それはね、できる男よ。時間も早いし、球減らさないで、うん、ね、ミッションクリア。それかっこいいな。よう気づいたね、キリちゃん。いや、いきなり、天童寺クールジャパン。あ、うん、あ、発展しない。しかも白のまま。これ、ワンチャン、ワンチャン。はい、やっぱり。いいね、ノーマル。ああ、そういうことで80、90回転ですね。よし、おい、目指しましょう、 U タイム。いや、どこまでいけるか。いってやるぜ、いってやるぜ。よしよし、抜けた、ST。よしよし、ST 抜けたもん、正しい表現なんですか。おかしな発言ですけどね、それは。あ、長い、変動が長い、これやばい。これやばいぞ。これやばい。緑。ああ、ちいちゃんダメだ、これ当たる。ああ、強いっすね。これは当たるぞ。まあ当たってもいいんですからね、実際のところは。本来はね。あ、なんか外れる気もしてきたよ。ちょいちょい。無事83回転
よ、できてるな、できてる、持ち遊ばれてるな、普通に楽しいもんだよ、ね、面白いな、ドライブミニ。もうこうなったら ST ちゃんと当てた方がいいですよ、ね、そうですね、もちろん、静かにいいですね、はい、5回転その指導の仕方いいよな、これかいい、さりげなくね、静寂、うん、スローで、これで約3000なんで、あと2000発あと現実的にいけそうな、確かにね、うん、感じになってきたな、さあ ST 抜けました、抜けた、目指しましょう、はい、現在持ち球が約3000、ほんとジャスト3000、2人で、じゃあまあ7、1万ぐらいだ、1万弱、うん、バリッバリプラスやん、そうですね、さすがに今日は大丈夫なんじゃないですか、さすがにね、雨ですし、うん、このままで当たってくれりゃ、そんな会話前しませんでしたって両方滑り、ワンチャンありそうじゃないですか、チリハン、はい、でも青穂か、青穂流か、青穂流、今日まだ1回もこう緑し、赤、あっやってくる、行ったそばから、あ赤出てないね、赤出てないですよ、赤もタッチも出てないですよ、タッチ俺出て外したよ、あ、マジっすか、うん、はい、80回転、早い早いよ、早い早い、始まるよ、さあ20分経過しました、あと40分、あと40分、なんかごめんちりちゃん、はいはい、ティータイム入れたくなってきた悪い虫が騒ぎ出したよ、結構間に合わなくなりますよ、下手すると、いやそうだね、いや間に合わないね、10ラウンドからじゃないとやっぱも もう時間が足りないね、200回転回らないもんね、すごいカウントダウンしてる、本当だ、何だ、打ち上げチャンス、打ち上げチャレンジ、これ、それ初めて見た、はい、はい、8、7、6、5、こんなんだ、上のあの上の花火出てくるのかな、どうなの、うん、1回転目で、あ、夏祭りリーチ、お、なんじゃん、お見事、はい、大変、ちーちゃんさ、何回目の時ドラム面白いね、めちゃ面白い、面白い、これここ外れても今の日もう一回多分チャンスあることあるんですよね、面白いな、確か最大で3回のはずなんで、長いやつちゃんと熱いですね、はい、うん、俺これ時間ある時ちょっと打っちゃうな、分かる分かる、アグネスだからやっぱ俺海もアマ好きだから、はいはい、アグネス太鼓にまたこれが追加されました、アマデス部門では結構僕の今年の、はい、いいですね、入るかもしれないですね、両大オブザイヤー、はい、一応今ベストリーチ賞は金富士のあのまま大当たり、あれが今年間トップなんで僕の中で、いやいいね、このラウンド入り方がやっぱこれはねいいのよね、何回見てもいいもんね、これ、いやでも今日もさ前半戦でもその何もないところでパンって揃うじゃない、はいはい、ドラムですらですよ、あれはびっくりするよね、気抜いてるから、確かに、うん、ノーマルリーチにこうある程度の振り分けを持たせてるっていうのがね面白いですよ、どの海もそうね、で覚えればそれが割とチャンスがいろんなところにこう矛盾が出てたりとかね、はいはい、うん、知らなくてもびっくりするし、ちょっと何とも思ってんの、7500、はい、クールジャパン変動開始、クールジャパン、しかも3点、
見ようかな。はい、曲。あいいね。今日1回しか数えてないですからね。これはもらったと思っていいでしょう。92回って。始まるよ。曲は。あれでも緑止まりだよ。LED。割と不安な。あ、マジで。うわ、外れた。ちいちゃん。いやー、しゃあないですね。あの初めて連っていう図が止まったから、なんか発展するのと思って俺。でもさ、あのリーチ後のさ、この押してさ、はい、この3度の LED の色結構重要だね。重要ですね。楽しみたいなら触んなくてもいいかもね。そうですね。今の横の時も緑色までだったんですね。さっきみたいにちいちゃんみたいに白だったらもうまあまあ逆が熱いんでしょうけど。はい、はい、何が消えるのか。あ、いいね、赤初めて見たこの赤パターン。本当だ、ここまで見たら。おーい、花火。これは曲に出て綺麗に当たるんじゃないかな。赤、あ、おー、こんなパターンもあんだね。はいはいはい、余分も出ました。気持ちいい。ほんと多彩演出が。ピーさん、早く逆回転させてもらっていいですか。あ、ちょっと待っててくださいね。さあ、30分切ってますよ。お、残り30分です。はい。セミ。何このセミだって。セミ、あのジャパンボードたまにあるんですよ。スペシャル魚群タイム。うわ、本当だ。これもプレミアに入らないんですか。初めて見る。わあ。いや、綺麗。超綺麗。綺麗ですね。あら、なんか10ラウンドで良さそうな演出ですね。はい、とりあえずは1図から8000発いきます。僕実はまだ U タイム目指してるんですよ。諦めないな。諦めないです。こっそりと今半分。なんかもうチリちゃんだけでプラスをキープできてるんで、ちょっと引き進んでみていいですか。はい、ここまで来たらね。はいはいはい、確かにね。あと22分、足んねえな。ギリか。まあこれでもし当たらなかったら、まあ最後延長戦。そうですね。まあ出玉自体の多分プラスは間違いないと思うんで、ちょっと当てないでちょっと頑張ってもらって。ありそうですかね。はい、はい、はい、外れるかい。これはもう台が望んでますね。今こっちだよって今誘導されたもんね。ここじゃあテント。よし、その喧嘩勝った。いやー、すぐ買うんだよな。よしよしよし、後悔するなよ本当に。残り10分。はい、残り10分。時間。はいはいはい。ここでご報告ございます。しましたか。残り時間は迫っておりますが、はい、私この変動で、200回転に到達しましたね。なんだかんだで、ね。残り100ですよ。セーバー作りますね。はい、いや、できました。残り100ですよ。ただ時間が残り6分少々。はいはいはい。
勝負。さあ1分切ってます。ここ出してくるんじゃないですかね。さあ30秒、あ30秒、さあ15秒、10秒切りましたよ。はい、2、1、終了です。はい、こちらの交流で、はい、終了させていただきたいと思います。まあ、最終結果はこちらになりました。はい、バチバチ、ちょいちょいちょい、チーリーちゃん、チーリーちゃん、カメラを上に、今の240回転到達するということで、まあ、もう残りの今の玉数、ちいちゃんの持ち玉だけでもプラスは確保されておりますから、はいはい、私はちょっとこの後どうなったかだけは打ち切りたいと思いますので、これが果たしてあそこに入れることができたのか、はい、エンディングにて、はい、バチバチ、はい、実戦の方終わりまして、あのオープニングも別室じゃなくてないからだったんです。エンディングも戻ってきて、チタンポチタンでカチタンチタンからスタートを襲ってまいりました。じゃあ早速会場案内結果の方を発表させていただきます。見てちゃいます、こちら。わあ、まさかのクールジャパン、余分ではなかった。これは行くんじゃないですか。抜けろ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 、あと30度だ、あと30度だ、よし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 、セーフ。だから1回転でも早く当てなきゃダメなんだって。待って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 、やだ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 、なんか先読み出てるもんだって、ね、海モードなのに、え、嘘でしょ、270よこれでも、なんか変わったもん、音楽変わったもん、なんか、うん、なんかテクノ調になった。泡なんかい、あ、でも緑だ。あ、これは外れるんじゃないですか、普通に。どうどうどうなの、見たことがない演出ですが、どうなんですか。セーフ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 、あぶれあぶれっぺー、あーしゃーい、クーってつくんすよ、ミーってつくんすよ。そうすると、ここで、なんと、はい、ドシーン、花火タイムが揃います。ユータイム突入です。やってやったよ、これの、やってやったよ。さあ、というわけで、見事ユータイム突入です。1500円追加しちゃったけどね。フォーなんかな、いいじゃん別に、もうさ、だって定番でさ、はい、自分でもプラスキープしてんだよ、あと俺の自己版でしょ、はい、ちょっと増えたし、増えました、増えて帰ってきたし、別にフォーフォー、3発入れた、3発ちょっと何回いいんだっけ、1、2、3、4、4回中3回。7500円、はい、回収7500玉、すごい、ということで7500ぴったりです。
プラスサナマで6375です。ありがとうございます。まあ、2人合わせれば余裕でプラス、プラス、はい、プラス、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。というわけで今回もマシマシで食べちゃいまーすのはずだったんですが、何か違う、なんかね、あの今日ほら担当のやつもいないじゃん、手紙もいないです。あいつ今日逃げたからあのね、手配ミスってもうはっきり言うわ手配ミスだな、特殊な、間に合わなくなっちゃったらしい。その生きたまま来て食べれる、うん、すげえ、すごいでしょ、はい、あちいちゃん食べられない、うわイカ好きなんすよ、でしょ。これで、ね、間に合わないっつって間に合わせて持ってきたのはこれだと思います。なんかだから冷凍ですぐ来るやつを、はい、今解凍中ですまあ一応イカです。はい、イカだし、はい、楽は楽よ、楽は楽だよね、逆にお取り寄せしやすいよになったのかなで、目の前にこの調理器具がいっぱいあるじゃないですか。見てください、こんな感じで今日調理器具がいっぱいあるんですけども、この調理器具で調理していくのかな。でね、一応その今回の商品の内容が僕にないって言ってました。はいはいはい、沖ノ島っていうのかな、はい、沖島、沖ノ島かな、はい、っていうところです。どこら辺なんですか。島根、ね、おお、初めてだね。あ、でも朝どれ白いかお刺身を、お刺身になってるんだね。じゃあこれ出してもらっていいですか、おじいちゃん。剣先刺身いいね。はい、続きまして、はい、いきますよ。白いか島風干し、あーこれだ、干物ですね。あー、ほぼ刺身に近いような、はい、持ってください、はい、一夜干し的なのかな。沖国甘、これがこのロースターで焼けってことなんでしょうね。なるほど、あ、いいじゃないですか、これはこれでいいよ。さっきの刺身がこれで切れってことなんでしょうね、まな板だからこういうことでしょうね、多分包丁で切るのがよかったな、ついになってるんでしょうね。これがこういうことで、これがこういうことですよね、はい、続きまして、はい、次がこれが我が床の白いか煮付け、あ、今度煮付けですね。でこれが湯煎です、はい、こいつです。だからお湯沸かしてみたらだなじゃあこれ、これ湯煎、ここ湯煎、あ、なんかすげえいろいろ入ってるんだね。あ、すごい、イカだけじゃない、これ多分ね、ごめんなさいも入ってるわ、ごめんなさい、イワガキが入ってる。イワガキ解凍して、水解凍して、で、あ、レンチンでいいんだって、素晴らしい。あ、だからレンチレンジなんだ。で続きまして、はい、ヒロギ貝丸ごと高血5個入り1パック、これだな、これすごい水入ってるな。これわかんないな。なんだろうこれ。ヒヨウギガイ。ホタテのちっちゃいみたいなやつ。ヒヨウギガイ。で最後は、もう一個サザエつぼ焼き。あ、つぼ焼きこれかな。はい。全部電子レンジでチンでいいそうです。磯の香りがすごいこの水。いやでもね、いいよね。全部お手軽で、お刺身も半解凍で切るだけ。うん、で他のものも電子レンジでやるだけで済むという。うん、イカレチアもしてやってくださいってこと、誰でも作れるやつだから、さっと、ね、お取り寄せして自分がこう普段料理しない方とかでもレンチン、レンジさえあればできる、ね、そうね、楽っすよね。じゃあいいんじゃない、はい、素晴らしい、お解凍さえすればいい。ただ今までよりも多分相当リーズナブルで、担当者もいないから俺ね、こういうのどういう時か知ってんだ、多分ね終焉が近いよはい、チリ離島です。これは多分ですね、離島に行く前に終わる可能性が出てきてます、ね、コロナ早く収まれ、まあ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 、どうしましょう、そういう話やめましょう、ましょう。さあ、というわけでどっちから、お刺身からでいいですか、湯煎は入れてっちゃうかも、入れましょう、はい、どうしましょう。さあ、それではチリちゃんがお皿を持ってきてくれた間に切りましょう。手はちゃんと洗ってあります。指輪をしたままですが、今日は大した調理がないので許してください。はい、ほっほっほっ、もう切れ、大きさとしては僕のひげぐらいですかね、はい、分かりやすいじゃないですか、エンジンのひげぐらいで。たまにじいちゃん切ってみる、好きな感じに切っていいよ。でもちょっと半生ぐらいだと切りやすいよ、もう長く、いや半年でも長いままいかない、手切らないでね、切り肉、これもう一気もいいところ包丁なんだよ。上にバラバラだね、田舎のうどんみたいな歯応えが楽しい、いいじゃないですか、いいです、前にね、能
能登半島で教えてもらったの、はい、イカはね、唐辛子醤油がうまいよって、これはちょっと甘辛のやつだよ。あとね、今回ね、お酒もね、なかったんで、僕自分のセレフの大絞りと、はい、こだわり酒場のレモンサワー、まあ、これはみんなが好きなやつ、でこれ僕が好きなやつで、ちいちゃんが最近ハマってるのがこれ、はい、安らぐ、おや、ほうじ茶、はい、これうまいこれ、ずっと飲めるやつ、でも飲めるよ。はい、というわけでまずは乾杯。はい、はい、醤油から、はい、いただきます。お、うん、うまい、普通にうまいイカの刺身です。はい、食べてます。いかに柔らかいし、うん、結構、うん、ちょっと僕唐辛子多いです。そうなんです。俺のおすすめ。習ったんです。能登半島で。輪島なせ自慢です。あー、いい。いやー、米食いたい。あー、うまい。ほら。唐辛子醤油のせイカはね、うまいでしょ。寿司でもいいな、今の。うまっ。さあ、続きまして、はい、今度は、はい、これが、ねぎつけ。ねぎつけ、はい、あー、簡単くるいただきます。うん、上品な味だ、うん、うまい、うん、味も深い、うん、味付けはでもすごい絶妙な、そこにしょっぱくもなく、ね、しっかりついてる感じの、どんどんいきます。すげえいいペースがこれくらいの量だったらサクサクだね。次これですよ、一夜干し。俺、イカの一夜干し大好物だから。こうやってもうちょっと解凍して、もう乗せるだけですよ、ね、なんか家だったらオーブントースターとかにもう入れるだけみたいな。ドラムの海どうでした？これあのウィージャパンドラムすごい好きだった。まあ、僕はもうもちろんプラスっていうのもありますし、いいところたくさん出たっていうのもあるんですけど、もともとドラムが好きなんですよ、あのセグとか液晶じゃない感じ、うんうん、で結構海らしさも残ってて、プラスもいろいろあってすごく面白いです。まあ、いい匂いしてきましたね。いい匂いしてきた。あれ、チーズそこに隠したのなんですか？タレ。こちら、で激辛のタレ。こんなの持ってんの？辛さ4、辛さ4、何にでもある。一回焼き、うわ、入ってます。交互に入ってます。食べ方入ってます。ああバッチリ、いいタイミングでやりました。うまいな君。じゃあどっちも、はい、君仕事できるね。オープンだ。うわ いいね、いいですね、いいね。いい感じじゃないですか。パパパパ、はいはいはい。あー、いい匂い。うん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 、やっぱキリとしてまた違うね。甘い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 、うん、醤油も、うん、で普通の醤油、キリ醤油、うん、うまい。あんまり干してない感じがいいね。あ、もうな、ほんと刺身とあの焼きとかまぼこの中間みたいな、しっとり。これ激辛だつけていい？すごい合うと思うんだ。だからもう中華料理とか。あ、うんうん。あの韓国にイカも入れてるから。イカの刺身の。で今全部いきました。めっちゃうまい。結構あったやつ全部いきましたね今。だからなんかお酒のつまみってちょっとピリ辛がうまいやん。いや勢いよく全部いきました。このままでもうまかったけど結局これが一番うまい。最高です。さあ、それでは本日ラストのこちらの海鮮三種類。どっか行く？いや、どれもね、いいな。もう最高級な貝の中では。どこ行きたい？すみません。すみません。もういいんじゃない？はい。あんまやりすぎても中身出ちゃうかもしれない。はい、硬くなるのもあれな、絶妙な、でもグツグツしてるっぽいんで一回見ましょうよ。もう、ああ、いいんじゃないですか。ほら、あ、全然いいじゃないですか。わあ、湯気出てる。簡単。すごい、そんな抜けます。端っこまでこんな綺麗に取れることなかなかないよ。
めちゃくちゃ綺麗に撮れてる、ほら。そんな綺麗に抜けます？便利爪楊枝でめちゃめちゃ頑張って。こんなことあります？せーの。うわ、うまっ！おいしい！大人！いい苦味！うまっ。今日一番海を食ってる感じするね。うまっ、うまっ。この中でザバーンってやった海辺で浜焼きするのと同じぐらいうまい。想像よりもブリッブリ、うん、あと本当に醤油も何も入れてないですもん、うん、しっかりこのちょっと磯の感じ、うん、うまいな。これは残りにあの2枚も期待できるんじゃないですか。あります。この形でいきます。もういきましょうか。これは正直生で食えるって言ってか1分1回1分で。うわまたすごい磯の香り。すごい匂いした。これ何でいく。うわ匂いすごいでしょ。いやだから一味醤油か俺なんならもうこれ。あーでもそのもう本当にでも1個しかないからね。一発勝負よ。俺はもう選ぶ、もう迷えない。あーもう完璧いい、ね、しっかり取ってそうや取ってる。何かけるかよ。ここが勝ち戦かなと思います。俺これいくわ。でもあの店やな。もうそれかかるかも。もう取っちゃいますよ。こうかこう。うわー大丈夫。やんないで行きますよ、ね。うまい。ですね、めちゃめちゃ美味しい牡蠣です。これオイスターバー。これやりすぎ。やり、いや、うまっ。大正解だ、ね、これうめえ。めちゃめちゃうまい。で、これ結構いい牡蠣チゲ鍋食べてるみたい。それではちいさん、はいはい、大取りですけど、この日のために仕上げてきました。おしゃれしましたね。これはでもちょっと時間1分だって怖いっすもんね。で解凍したら口がちょっと開くした証拠で開くと。今ちょっと口開いて、開いてます。でこれで1分だって。1分できるな。おっ、できましたよ。さあチーズ1枚できましたんで、まずこっちを。うわ、紫僕でしたね。うわうまそう。なんかすごいコンパクトにまとまって、うん、うまい感じの。一旦醤油どうなの。醤油でしょう、これはコンパクトだな。うん、濃い。うん、ホタテ全体でホタテに近いですか。うん、いや、しゃべれてますか。まあ、でもホタテよりは甘みのない、もうちょい磯感も強い感じって言ったらいいのかな。あ、もうこいつでいきますか。これ いやでももう待って、開くと思うんすよ。包丁もありますよ。開くと思うんすよね。いや、あ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 、開いた開いた開いた開きました。開きました開きました。そう、信じてれば必ず開くんですよ。いや、すごい。いやー、結構すごい。あー、すいません。最後、3丁いただきます。あ、しっかり、ホタテに近い貝ひもがしっかりってるでしょ。あ、これずっと食べる、本当に食べましたね。はい、食べました。ピカピカでございます。せーの、ごちそうさまです。満足、満足です。満足さんも、満足さんもお越しいただきましたけども、どうでした、イカ。あのね、沖ノ島のイカやっぱさ、お手軽感でいいよね。はい、うん、そうね。あと今回、一個一個の量がさ、割と少なめだったじゃない、はい、お一人のおかげでもおとなしく食べれないよ、はい、だから、スン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 ってこう、テンポ良かったじゃん、うん、あれがなんかこう、良かった、大事。あ、なるほどですね。だから実践もそういうのがいい。
お手軽にって感じぐらいで、スンスンスンってこうパパパンみたいな。まあそれが海物語でもあります。そういうところもあるんです。そういう海物語もあります。あります。あります。そうですね、もうポンという塊でパンパンパンっていける可能性があります。じゃあ次回のマシパチマンデー、次伊藤さんにお任せしてよろしいですか。満足満足ついていっちゃうよし、今回訴えと信頼の PA ドラム海物語、はい、インジャパン。まあね、それこそ本当に今回って遊びやすい、うんうん、まあその U タイムもそうなんですけど、今回パチンコで初めて時短が突然来る花火タイム、外れて時短のやつで、ね、花火タイムかがありまして、だから通常の当たりとその時短の当たりがこうあるから合わせて62分の1が一緒なんで、実際に300 300回来ましたけど300回来ましたけど当たってる感じはあるじゃないですか。怒ったぞ、プンプンプンだダメだそれ、また知らない人来た次回ゲストいやーさばくの大変やなこれはまあそういう遊びやすさ、はい、プラス、まあ、あとドラムなのに海っていうのしっかりあったかなと僕は思いました。あれ、まあ、言うても U タイムついてますからね、ある程度回ってたら打ってみてください。はい、はい、もう終わりかなことないやろ、まだまだ島あるやろ。食べたいもんから探す、場所から探す、場所から探してみます。逆に、ね、その結構偏ってる気もするんですよ。わかりました、じゃあ僕場所1個だけ決めました。はい、あ、じゃあそれちょっと次の次に打ち始めに言いましょうか。わかりました、その場所でいいですか。もう信じましょう、その場所から何か食い物を探します。あ、その場所に何があるかはわかんない、まだ。じゃあもう場所ありきパターン、そうしましょう。そうですね、それでやってみましょうよ、はいはい、というわけで次回は、はい、私現地セレクトのエリアで食べる食材を目指して打っていくということで、打っていく、さらにちぎちゃんチョイスのタイで打つということで、はい、さらに、はい、気になるあのゲストはやってくるのかと、はい、来るのでしょうか、はい、楽しみに。というわけでまた次の月曜日にお会いしましょう。さよなら。